西沼大石西沼大石は山形県天童市にある古墳時代後期の遺跡である。国の史跡に指定されている。西沼大石一途山形盆地の最下見は右岸低地上にある遺跡で1985年の県営補助整備事業に伴う発掘調査で発見された。道の区国成立以前の東北地方における 農村集落を示す重要な遺跡として1987年に国の史跡に指定され、追加指定分も含めて総面積約4万5000平方メートルが指定されている。発掘調査によって掘ったて柱建物16棟や水田、川をせき止める遺跡や遺跡から水田へ水を引き込む水路の遺構が確認されており、掘ったて柱建物16棟は米を保管していたと、 考えられる高床式倉庫2棟と平地式住居14棟からなる。天道市西沼大石公園は山形県天道市にある遺跡公園である。天道市が2002年度から6億2000万円をかけて行った復元整備事業によって整備され、2008年5月24日に開園した遺跡公園で、 指定管理者に指定された NPO 法人の西沼田サポーターズネットワークが管理しており、学芸員3人と事務職員1人が配置されている。遺跡を保護するための森土上に、水田、遺跡や水路、高床式倉庫1棟と、平地式住居2棟、作業後や1棟と木作が復元されている。隣接地にガイダンス施設が設置されており、展示室には、 遺跡から見つかった遺物などが展示されていて、体験学習室では、マガタマ作りなどを体験できる、ガイダンス施設。ありがとうございます。